画面の前の皆さん、こんにちは、ゆうきです。モンスターハンターワールド、アイスボーン、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。昨日ね、ちょっと配信の方でかなりやったんですが、今日はちょっとね、小ネタというものをね、一つ見つけたので、それをやっていきたいと思います。すごい短い動画になっちゃうかもしれません。でね、それはね、集会所に温泉があるんですね。こんな感じで。すごいっすよね、温泉。俺の温泉の記憶ってトライのなんかすごいちっちゃい、トライだっけ?すごいちっちゃい温泉、ゆくも温泉みたいなイメージしかないんだけど、すごい温泉がでかくなってるんですね。で、この温泉にですね、まあ入れるわけなんですよ。このようにして。で、まあ装備もね、こう消せると。かわいいですけどね。装備外すと超かわいいんだけど。うん、自分の作ったキャラに、こんなこと言うのはあれだけど、非常にかわいいですね。はい。で、この温泉、実はね、お水をかけれるんですね。で、昨日ね、ちょっと配信でやったんですけど、このね、うまくやるとこのお姉さんにお水をかけれるっていう、そういう小ネタですね。なんちゅう動画だっていう感じだけど。で、この状態で、お湯をかけると。これがね、もう、笑ってくれるし。さあ、男の人にもかける。これ難しいんでね、方向が。こうか。いいっすね、いいっすね。で、笑ってくれるし、かつ、はしゃぐと、はしゃぐってこんなんできるんですけど、あ、違う、外した。こういうモーションもあると。背泳ぎ上手い人っていいよね。俺、背泳ぎ下手なんだよ。多少泳げんだけど、背泳ぎだけ下手なんだ、なぜか。いいっすね。こういう感じでね。この格好で歩き回りたいですけどね。ね、こういうね、水を人にかけれるというモーションがありました。というのと、こっちにね、サウナがあるんですが、おっちゃんの横で。よいしょ。非常に暑い。はい。意外とね、この服がね、横が開いてて、かわいいっていう。この服なんか装備でねえのかな?どれぐらい入ったんだろう?昨日ここに入りながら雑談をしてたんですけど、配信の時も。もういいかな?でね、これ出ると、すごい暑くてフラフラになると。こっから服着てったらそれは暑いよね。気持ち悪いだろうな、汗だくでこんな服着んの。はい。こういう小ネタね、ありました。で、このままね、ちょっとね、マイハウスの方に行きたいと思います。マイハウスでも、同じような小ネタを見つけたので、まあ、大したものじゃないんですけどね。はい、マイハウスに来ました。こんな感じでね、色付けしてみたんですけど、かわいいっすよね、こういうのね、小物のね。で、今回ちょっとね、カメラみたいな機能もあって、これがね、非常に面白い。ちょっと今ね、写真がね、マックスになっちゃってるんだけど、なかなか、おぉ、いいですね。でね、お供がね、カメラ向けると、あ、ペンギン捕まえた、機能。ね。ポーズを取ってくれるはずなんだけど、今なんか身支度してるからやんないな。身支度に夢中ですよ、なんか。はい。で、さっきの温泉からの続きなんですけど、自分とこの温泉にお猿さんを設置するんですね。環境生物のお猿さん捕まえてきて。これまあ、お猿さんは外のクエストの温泉にいますから、で、この温泉にいるお猿さんに向かって、よいしょ。さっきみたいに水をかけると、ピッてなるっていうね。かわいい。こういうね。こういうちっちゃなこだわり面白いですよね、やっぱね。ちょ、ちょ、うん、かわいい。うん。こういう遊びもできるというわけですね。はい。
おい、お前どこで寝てんだ？俺のルカちゃんの。まあいいや。はい。ということでね、まあ、ちょっとした小ネタでしたけど、まあ、こんなね、遊びもありましたということですね。じゃあ、モンスターハンターワールド、アイスボーンでした。また何か見つけたら動画にしていきたいと思います。今回ちょっと短い動画ですけど、ここで終わりにしたいと思います。それでは皆さん、お疲れ様でした。またね。